Alright, what is going on? It's Sage here and welcome back to the playthrough of Act 3. This is part 4. Yeah, it's part 4, man. It's part 4. Okay. Right, so special training is that. ライデン将軍の技が再現できる宝器とでも言おうか。わらわの記憶を頼りにそっくりに作ったものじゃ。あやつの武道が鈍っていなければな。事前に技を学び対策を立てれば戦いも有利になるじゃろう。そうだな。あやつの技に耐える練習をするといい。一度はあやつの手中から逃げられたのじゃから、これしき難しいことではないじゃろ。Okay. Before that. いやー、こいつすごく綺麗だなー、美人だー。すまない。Okay. Our challenge. Activate the final challenge.Wow! What the fuck? Yeah, ちょっと待ってよ。岩山八九。Ah, that counts as hit. Oh my god.Dude, I'm getting hit by everything. What the fuck? Dude! ちょっと待って。ああ。いざ。マジかよ。You know, I like the fact that they made this cuz like, you know, it's really good practice for like, you know, evasion and stuff. I really wish that this thing is like craftable for like the serenity bomb. This would be a pretty good evasion training. Thanks, Yae. Wait, how the fuck? What do you mean? 無駄な努力をやめたらDid it? Wait, what's the final challenge then? Okay. 結構練習したな。 Is that it? No, don't, dude. I swear to God, if someone fucking picks this, I swear to God, bro. ところで、ミコはなんでこんなにライデン将軍のことを知ってるんだ？ I mean, except you know, if you're a beta tester for like the version, then it makes sense, but still.おう、わらわにそれを聞くのか。おお、the eyes widening。So cute。そうじゃな。わらわが雷神の眷属であるからじゃろう。Yep, I figured as much. Like, there's no way she knows this many things about the Archon herself. おえ、トワリンとバルバドスのような関係なのか。全然そう見えなかったぜ。その感じ、わらわのキツネお姉さん姿に興味があるような口ぶりじゃのう。調子に乗るな。あ、あは、あはは、あは。すまん。うふ。気にすべき点はわらわの姿ではなく。なぜわらわがあやつと会わなくなったかじゃろう。永遠に変わらない国、それはわらわとあやつの夢じゃった。じゃがわらわはそれが完全なる静止を意味するとは思っておらんかった。その時からあやつはわらわの手の届かぬ道を歩み始めたのじゃ。永が一心浄土に踏み入る時、わらわに別れの言葉もなかった。ああ、わらわの独りよがりなのかもしれぬが、それがあやつの友情を永遠に保つ方法だったのじゃとわらわは思う。別れを告げず会うこともなく、わらわたちの関係は永久にあの時のまま保たれる。少なくともあやつはそのように考えておるのじゃろう。全く異なる2つの永遠の道に分かれた今、現状を維持し続けるのか、どんな犠牲を払ってでもあやつを正しい道に戻すのか、どちらかを選択することができる。わらわは後者を選ぶことに決めたのじゃ。もし一心浄土に閉じこもることがあやつにとって永遠への道というのなら、あやつを自我の世界から引き戻すことが永遠の眷属であるわらわのすべきことじゃ。I swear to God, if A's true sort of personality is similar to like Kiana's, or like at least pre-time skip? Before she became a Hersher, Kiana. Yeah, that would be interesting. That'd be pretty fucking cute though, but still. Miko, good friend. ナンジラにこれを言ったのはわらわの計画を理解させるためじゃ。あまり調子に乗るでないぞ。さあ、雑談はここまでじゃ。そろそろ対雷電将軍特訓第2幕といこうか。ああ、ああ、まだあったのかよ。ああ。あ、ちょっと、運命には逆らえません。天理チョーク。岩山八九。I think it's way easier for me to just to always be very active. Okay, never mind. I was just about to say that it's easier for me to evade if I'm trying to attack something at the same time. I was not. I didn't hold my mouse there, but I swear to God, man. Shit. Da.だからふむ、なかなかいい出来じゃ。ランジラの決意と努力が伝わってくるぞ。Not gonna lie, I'm pretty fucking tired, man. Like, from all the screaming and shit, from like the fanboying over Yae. Oh my god. And the challenge as well. I'm actually pretty tired myself, like, even outside the game. No. Down. Not yet. Exactly, dude. 無駄じゃないか。ナンジラは計画で最も重要な歯車なんじゃ。わらわには考えがある。賞賛が全くないわけないじゃろ。そういえば、わっぱよ、ナンジは抵抗軍をどう見る？うむ、確かに。たとえ幕府軍との正面対決で優勢を取ろうと雷電将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊ではなすすべもないじゃろう。 Dude, it's crazy to think that, you know, we're trying to go up against, I mean not we, but like the resistance.Is like really trying to go up against the Archon itself, like an Archon. Like, oh my god, the level of difference between the nations, man. そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ2番隊の隊長なんだぞ。下げすんでいるわけではない。むしろ彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそ、より大切にしたいと思う意志があるのじゃ。 The timing with this angle and the sunrise? Oh my god. とにかく計画通りに行けば少しは役に立つやつらじゃろ。おっと、そろそろ時間じゃ。わらわにはもう一人客人が来る。話の続きは鳴神大社に戻ってからじゃ。誰？なんでいきなりお客さんの接待に行くんだよ。まったくわけのわからないやつだな。さて、ここで話すとしよう。汝が気になっているであろう計画は、わらわがずっと考えてきたものなんじゃ。計画を立てるにあたり、一番重要なことが何なのかわかるか？あ、なんだ？情勢を見極めることじゃ。メガリレーの発令は、明らかに何者かによる誘導と言えよう。人形の将軍が持つ永遠への執着を利用したな。うむ、確かにそれが一番の裏付けとなっておる。メガリレーの発令と執行を思い返してみると、法令の遂行に関与していたのは常に天領奉行じゃった。あ、確か綾香が言ってたぞ。メガリレー反対の書類を上に提出しても、天領奉行と勘定奉行がすぐに否決して相談すらできなかったって。ああ、もう明らかじゃな。社奉行以外の2つはファデュイと結託しておる。ふん。欲に目がくらんだ愚かな人間よ。つまり現在ファデュイには情勢をかく乱する者が存在し、2つの奉行を籠絡して邪眼を広めておる。そして残念なことに2つの奉行と雷電将軍の庇護により、その者の尻尾はまだつかめておらぬ状況じゃ。That's crazy, man.じゃあどうするんだ？切り口を稲妻人に変えるのがいいじゃろう。わらわは天領奉行が謀反するよう仕掛ける。おお。天領奉行が謀反するよう？何言ってんだよ。天領奉行はもう裏切ってるんじゃないのか？わらわが言ったのは、天領奉行が幕府を裏切ったことではない。ある者に今の天領奉行を裏切ってもらうのじゃ。彼女を利用すれば汝をきっと雷電将軍の前へ導くことができるじゃろう。サラダサラダサラサラサラですサラダ、うん幕府軍を率いるものじゃ。毎月この日になると神社にお参りに来る今日の客人でもあるの。いや、サラだろ、間違いなくサラだ。そやつはもう背後におるぞ。動くな。お尋ね者が堂々と神社に現れるとはな。どうも久しぶりね。抵抗はするなよ。おとなしく奉行所に行ってもらう。奴を捕らえろ。はっ。九条空。おっと、忘れたとは言わせぬぞ。ここは鳴神大社。ここで武力を行使すれば将軍への不敬となろう。汝らの中でその罪をあがなえる者はおるのか？八重宮司様、もしやそのお尋ね者をかばっているので。どうもと語らっていただけに過ぎぬ。かばうも何もない。まずは手下を引かせたらどうじゃ。話し合いはそれからじゃろう。お前たち下がれ。よい。では八重宮司様、神社でお尋ね者をかくまうことも将軍様への不敬となるのではないでしょうか。相変わらずじゃのう、九条沙羅殿。将軍への忠誠において汝にかなう者はいないじゃろうな。臣下として将軍様に忠誠を誓うのは当然。そして武人として将軍様の境地は私のずっと追い求めていたものでもあります。たとえ雷電将軍がいつか汝の神の目を奪うことになってもか。メガリレーは将軍様の決断。私に不服はありません。はあ、ただ忠誠も情勢によって打ち砕かれる。汝が何も分かっていないと言うべきか、唯一目が覚めているものと言うべきか、どっちじゃろうな。その言葉がどういう意味か直接おっしゃっていただけますでしょうか、宮司様。メガリレーはファデュイに惑わされたものに過ぎぬ。稲妻を陥れる悪性じゃ。そして盲目的に従っているものは他でもない。汝らの当主、天領奉行、九条家の者。それは九条家が幕府を裏切ったと。そうじゃ、理解が早くて助かるの。八重宮司様、その言葉は危険であるだけでなく馬鹿げています。三奉行は古来より将軍様に仕え、忠誠を誓ってきました。Oh, chicken. I wonder how it got there. 私は九条家と養子に来て以来、この目で見てきたのです。天領奉行にいるのは、すべて将軍様に忠実なものばかり。特に当主の高行様は、あの方の無双の人たちに対する崇拝はいかなるものよりも勝ります。私の将軍様への敬意は、高行様の1/万にも満たないでしょう。そんな当主が将軍様の不利になることをするとでも言うのでしょうか。3日後じゃ。3日後またここに来るとよい。証拠を渡してやろう。宮司であるわらわは人々が自分の信じたいことのみを信じるとよく知っておる。じゃから汝の目に映らない部分はただ目をそらしているだけかもしれぬぞ。Oh, that's deep. That's actually deep. であれば、わらわが悪役を演じ、その皮を剥ぎ取り、汝に見せてやるしかなかろう。3日ですね。わかりました。しかし、もし証拠がなければ、九条家に対する憶測について謝っていただきましょう。それと、その時は彼も連れて行きます。We're just smiling there, okay. ああ、よいぞ。3日後、汝のお越しをお待ちしておるぞ。お客人よ。びっくりした。九条沙羅がこんなところに来るなんて。ところでミコ、さっき言ってた天領奉行が裏切った証拠、もう何か見つけてるのか？分かりきったことを。もちろんないぞ。さっきは九条沙羅を説得するためにその場で思いついて言っただけじゃ。よやっぱり。神の意志を変えること自体大きな賭けなんじゃ。神を相手に完璧な賞賛のあるものなどいるわけないじゃろ。じゃあどうするんだよ。3日しかないんだぞ。3日は長いんだぞパイモン。証拠を手に入れるには助っ人が必要じゃな。であれば今からわらわと共にその専門家を起こしに行くとするか。起こし？誰のこと？珍獣？あれ？わー、まさか左右じゃーん。説はタヌキじゃない。ムジナだ。眠い。もっと寝ないと背が伸びない。まさかこいつがミコの言ってた専門家なのか？Is it because she's a ninja, Kunoichi? 全然そんな風に見えないな。こやつは終末版の一員、正真正銘の忍者じゃ。忍者？じゃあさっきのは伝説の変化の術か？伝説のでも終末版ってなんだ？終末版は社奉行にある神里綾との隠密部隊じゃ。Oh no way! What? 現在神里綾と社奉行は中立な態度を維持しておる。わらわでも終末版を動かすことはできぬ。しかし年中サボっている終末版の一員を捕まえて手伝わせることくらいは可能じゃ。では何時らには城内へ入り天領奉行が裏切った証拠を探してきてもらうぞ。あのような場にわらわが顔を出すのはふさわしくないからな。だよね。そんなこと言われたって。お？もうとっくに分かっているものじゃと思っておったが。いいじゃろう、少し手がかりをやる。部外者にとって天領奉行の細部まで知ることは確かに困難なことじゃ。じゃが三奉行が将軍を補佐し密接な関係を保っている以上他の奉行が異変に気づくこともままあることじゃろう。あやか分かったようじゃな。幕府軍の汝に対する捜索はまだ終わっておらぬ。じゃがこの終末版の忍者の助けがあれば汝の友と無事再会できるじゃろう。ああ、okay, so in the quest or like the story of it, since the saving of Toma, I was oh wow that voice crack. Since saving Toma, I was pretty much outside of the city. Okay, interesting. Okay. 約束の日までに証拠を持ってくるんじゃぞ。分かった。そうする。君たち、どうして戻ってきたんだい？抵抗軍は？今の戦況は？俺はここから出ても大丈夫なのか？落ち着けよ。まだ無理だと思う。オイラたちが来た時も近くで見回りしてる人がいたぞ。まだ終わってないんだね。じゃあここに来たのは俺たちに相談事があるからかな。お嬢を呼んでくるからちょっと待ってて。なるほど、さまざまなことを経験したようですね。状況は全て理解しました。今はとにかく天領奉行が裏切ったという証拠を見つけなくてはなりません。そうですね。そう言われると確かに気になる点がございました。幕府軍と抵抗軍は長きにわたり交戦してきましたが、将軍様がそのことについておっしゃったことは一度もなかったのです。 What? おい、What? 最初は単に将軍様がそのことに興味を持っていないのかとも思いましたが、今考えると天領奉行が将軍様に提上した上奏に何か問題があったのかもしれません。But that's still just an opinion though, not really hard evidence that we can bring back. それって天領奉行は国内の軍事事務を掌握しています。彼らに隠蔽の考えがあった場合、我々に知る術はございません。なるほどね。手左右がその結果、将軍様はメガリレーで生じる害を誤算してしまい、それを続けているのでしょう。もし天領奉行の上奏を手に入れることができましたら、全てがわかるはずです。That's where Sayu comes in. だけど上奏に触れる権限を持つ者は九条高行一人しかいないはずだ。それにあそこの警備は厳重で、たとえ左右の助けがあっても上層をこっそり持ち出すのは至難の技だろう。あの護衛たちの気を一時的に引くことのできる何かがあればいいのですが。Be a decoy outside? Maybe? I don't know. そうですね。Distraction, you say. 宵宮の花火。そうだな。遠間らしい策ですね。しかし理にかなっているかもしれません。天領奉行の隣には千手百目神像があります。もしその周囲で花火を放てば、天領奉行も無視はできないでしょう。その時に左右が天領奉行に入り込めば、上奏や他の証拠などを。よし、俺が自由になれる日がどんどん近づいてきてるのを感じるよ。Okay. はあ、こうして座って一緒に話すのももうだいぶ前のことに思えてくる。俺にとってはそうなんだ。毎日ここで君たちを待ってるんだから。昔から確かにここは俺の一番好きな秘密の場所なんだけど、今回ここに身を潜めるようになってもうずっと茶屋の外には行けてないんだ。くそー、温泉に入りたいな。トーマ、かわいそうに。今は目先の問題を解決するのが先です。メガリレーが廃止になればトーマも自由になれますよ。せっかくの再会ですが、談笑している時間はないようですね。すべてが終わってからまたきちんとお祝いをしましょう。その時はもう一回鍋遊びをやろう。やるやる。まだそれを引っ張るのかよ。天領奉行の近くには護衛がたくさんいます。くれぐれもお気をつけて。終わったらここでまた会いましょう。じゃあオイラたちは花見坂へ宵宮を探しに行こうぜ。Dude, this has been long, like long. Also, I immediately changed to Zhongli. That's pretty funny. 計画が順調にいきますように。花火は夜の方が目を引きます。できれば夜まで待ってから計画を実行する方がいいでしょう。Okay, well, of useful information. Okay, well, stand up, do that, go sit, and yeah, that's pretty much part 4. This was part 4, right? Yeah, this was part 4. Yeah, hopefully, guys, you know this video. I think I was more watching. It's been Sage. That outro was all over the place. And I will see you guys later. I stumbled upon my words. Yeah, my words, like English, English,